どうも、ケツタシロウです。今うんこをしています。ちょっと最近花粉症がひどくて声が出しづらいんですけど、ほんと昔の人が杉の木をいっぱい植えたせいで僕たちが花粉症になってしまったんです。お前ら許さねえからな。ちょっとケツ含んで終わります。